はい、こんにちは。今回は衝撃的な一撃 KO の試合を紹介いたします。セルジオ・マラビア・マルティネス、The Punisher、WBC 世界ミドル級王者のセルヒオ・マルティネスが初防衛戦でポール・ウィリアムズと相まみえました。両者は1年前にも対戦しており、その時は大激戦となり、ウィリアムズのスタミナが後半ポイントを重ね、ウィリアムズが判定で勝利しました。ウィリアムズは身長が185センチで、リーチがなんと2メートルを超えており、規格外の体格とスタミナを誇ります。一方、マルティネスは普段の体重が90キロを超えており、18キロも減量し、試合に臨むパワーファイターです。2ラウンドにウィリアムズの左に対し、王者マルティネスの左が強烈なカウンターとなって、炸裂しました。WBA 世界ライト級王者デイビスが WBA 世界スーパーフェザー級王者レオ・ファンタクルースと対決しました。デイビスは小柄ながら抜群の運動能力とスピードで、これまで23戦全勝 22KO でスーパーフェザー級とライト級を制覇し、ファンタクルースも37勝 19KO1敗1分けの戦績でバンタム級、スーパーバンタム級、フェザー級、スーパーフェザー級と4階級を制覇し、両者複数階級を制覇した王者同士の一戦は世界中で注目を集めました。序盤、4階級王者ファンタクルースは硬いガードと長い距離からの連打でデイビスを苦しめました。しかし全勝のデイビスは5ラウンドあたりからボディブローを多用しガードを崩しにかかり、6ラウンドに接近し激しい打ち合いに持ち込み、強引にねじ伏せにかかり、世界スーパーフェザー級王者の右に合わせた戦慄の左アッパーでサンタクルースを沈めました。キム・カンスンはアマチュア時代142勝6敗の戦績を誇り、1988年ソウルオリンピックをはじめ9つの国際大会で優勝した才能あふれるボクサーでした。キム・カンスンはプロ8戦目に強打を誇る WBC、IBF、世界ライトフライ級王者マイケル・カルバハルに挑戦しました。王者カルバハルは28戦全勝 16KO の戦績で、 IBF 世界王座が8度目の防衛でライトフライ級最強の王者なのです。
迎えた第7ラウンド、王者カルバハルの強打が爆発し、強烈な左フックでキム・カンスンは倒され、執念で起き上がりますが、リチャード・スティールが戦いを終焉させました。自慢してましたけど、ワールドボクシングスーパーシリーズバンタム級1回戦で井上選手はファンカルロス・パヤノと対戦いたしました。井上選手はジャブの攻防で距離をつかみ、左から踏み込んで右ストレートを内側からヒットさせ、一発で試合を終焉させました。バージン諸島出身の元世界スーパーウェルター級王者のジュリアン・ジャクソンは1990年11月 WBC 世界ミドル級王座決定戦でヘロール・グラハムと対戦しました。凄まじいパンチ力で失神 KO を量産するジャクソンですが、ディフェンス力はさほどなく、サウスポーのグラハムのパンチを何発も被弾し、劣勢に立たされました。グラハムはブレンダン・イングルに師事したボクサーで、悪魔王子と呼ばれたナジム・ハメドの元祖ともいえるアンタッチャブルなスタイルを持ち味とするボクサーです。ジャクソンは中間距離からやや近い位置でのフックを得意とするのですが、グラハムがうまく対策をし、得意の距離に入れずパンチを当てることが困難でした。第4ラウンド、ここまで一発のパンチもクリーンヒットできないジャクソンは、被弾を許しながらも前進を続け、右のフルスイングでグラハムを攻め、一発のパンチで試合をひっくり返しました。ファン・マヌエル・マルケスといえば、マニー・パッキャオとの4度の対決が有名です。パッキャオが階級を上げていくので、マルケスもそれを追って階級を上げ、4度目の対決はマルケスがスタートしたフェザー級より4階級も上のウェルター級の世界タイトルマッチでした。パッキャオに2敗1分けで迎えた4度目の対戦では、6ラウンドの終了間際に見事な右カウンターで KO 勝利を飾りました。